皆さん、ローレットは好きですか？僕はね、めちゃくちゃ好きで、以前もこんな感じの動画上げてるんですけど、今回はこちら、ヤマダマシンツールさんからご提供いただいたドイツのクイックツーリング車が作られている最高級の切削ローレットをレビューしたいと思います。はい、というわけで僕が持っているローレット工具を全て並べてみました。こちらから天蔵のヒラメローレット、こちらが天蔵のあやめローレット、そしてこちらが切削のあやめローレットとなっております。価格帯としては4000円、新車の原付といった感じですかね。早速こちら開けてみたいと思います。はい、まずはマニュアルですね。これはドイツ語と日本語のマニュアルかな。はい、おお、ちょっと待って、やば、かっこいい、すごい、何これ。まずちょっと待って、これが、コマですね。ローレットする時の切削のチップだ、交換するやつですね。これとかドイツっぽいな。はい、ちゃんとメイドインジャーマンってね、ここ書いてますね。サラリーマン時代こういうね装具関係ちょっと触ってたんで分かるんですけど、こういうのねめっちゃドイツっぽい。 いやそれよりよ、それよりちょっとこれやばこれが本体ですね。くっそかっこいいねんけど、切削工具なのになんか切削パス残ってるし、なんか削り出し感半端ないですねすげえ。この辺とかだってアルマイトしてね、わざわざやってるわけでしょ。すごいなこれ、かっこいい。これなんやろ、この穴なんすかね。なんか取り付け用の穴が開いてるけど何作るんやろ。すごい。あ、ここに、さっきのねコマが取り付くところになります。あやめなんで2箇所取り付けますね。かっこいいな、重量半端ないな、結構重たい。これ全然違うんだけどこれと全然違うやんけうわー、こんな違うか。あー、コストやな、すげえ。ローレットって対象のワークの直径に対してコマの、ね、大きさを取り替えたりしないといけない場合があるんですよ。例えば10杯を加工するときと50杯を加工するときでは直径のその円周の、ね、長さが変わってくるんで、コマの大きさで、ね、それを合わせてあげるみたいなことが必要になったりするんですけど、このクイックのローレットに関してはここのねダイヤルを調整してあげるだけで3杯から50杯までこいつこのホルダー単体で調整することができるんですよ。でしかも最小加工径が3杯っていうのもかなりいいですよね。これはねすごいと思う。で付属品に関して言うと、このね謎のチューブと、アダプターみたいなやつに関してはクーラントを、ね、出すためのやつでした。直接こいつにクーラントがちゃんと、ね、かかるようにするための道具で、僕は卓上旋盤でやるのでちょっと使わないんですけど、こういうものが付属していたりとか、何気にね良かったのがこのちっちゃい謎の部品、これねすごい良くて、ローレットって意外に芯高がないかなりシビアなんですよ、こう見えて。で高すぎてもダメだし低すぎてもダメで、かなりシビアなとこに調整して真ん中で合わせてあげないといいローレット目ってできないんですけど、これを取り付けてあげればアバウトにはなるんですけど、ある程度最初の初期段階でいい感じのとこに合わせてあげて、そこからね微調整することができるんで、これはね非常に考えられたいいパーツだなと思いましたね。このねクイック、まあ、すごいすごい言ってるけど、本当に何がすごいかって切削目の綺麗さなんですよ。切削ローレットなんで当然天蔵ローレットよりははるかに綺麗なんですけど、どれぐらいすごいかっていうと、とあるメーカーは名は出さないですけど、とある超一流測定具メーカーさんもこれをね導入してるぐらいマジで綺麗なローレットができるんで、ちょっと今からですね卓上旋盤で一体どれくらいの綺麗なローレット目ができるかっていうのをやってみたいと思います。まずはこちらの買ったものの旋盤に取り付けれなくて、この間バーティカルテーブルでやっと削って使えるようになった初めて使うヒラメの天蔵ローレット加工を使っていこうと思います。特徴としては天蔵ローレットで一方方向に押し当てながらローレット加工をしていくので非常にワークがたわみやすい。でしかも天蔵ということでワークを潰しながら盛り上げていく加工になるので、機械にも負荷がかなりかかる加工になります。いきます。
はいはいはい。もうちょっと切り込もうかな。結構切り込んでるんで、さすがにちょっと硬くなってきましたね。これは機械にも悪そうな感じです。うわー、買って、よし。あ、でもローレットはまあ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 じゃない。あー、そうですね、30点ぐらいのローレットっすかね。これ限界でしょ。アルミでこれながらね、鉄なんか絶対無理ですね。続いてはこちら、動画にも何度も登場しているあやめの転造ローレット工具となります。さっきと同じ転造なんですけど、大きな違いは上下にコマがついていて、その間にワークを通すことができるんですね。なので力が逃げにくいので、ワークがたわみにくくなっています。これ最初にね、ネットで見つけた時は気に入ってかなり使ってたんですけど、ただ同じ転造なのでモーターに結構負担がかかるんですよね。それがちょっと気になるところですね。いきます。で、挟んで、ネジを締め付けていくと。締め付け加減がね、ちょっと難しいですよね。なんかもうモーターが止まりそうなんだけど。はい、あー、まあまあまあ、こんなもんですね。合成のない機械で転造ローレットしてこれだけ綺麗にできるって結構すごいことなんですよね。まあ、ただアルミとか真鍮にはね、これだけ綺麗にできるんですけど、ステンレスとか鉄にはもう全然山立たなかったんで、まあ、そういったのには使えないですね。まあ、この機構の限界プラス機械の限界、まあ、さっきもね、主軸ちょっと止められそうになったんで、ちょっと限界かなっていう感じですね。はい、お待たせしました。最後はこちら、クイック社のあやめの切削ローレットをテストしていきたいと思います。もうね、転造と切削の一番の違いはこの刃なんですよ。ここ、これわかります？この鋭いコマのこの刃ね、これ全然違うでしょ。これ比べたらダメなんだけど、用途が違うから。これ全然違うんですよ。もう絶対綺麗になるってこれ分かるでしょ。これをね、今からやっています。もうめちゃくちゃ綺麗なんで。正直このね、クイックさんの切削ローレットって使ったことなくて見たことないんですけど、切削ローレット自体は使ったことがあって、マジで綺麗なんですよ。でそれの最高峰っていうことで、めちゃくちゃ期待します。では卓上旋盤で切削ローレット加工を行います。回転数は1000回転です。ちなみに転造ローレットの時は150回転でした。いきます。いや、もう綺麗すぎ、ちょっとこれやばい。で今回わざとね、外形加工をしてないんですよ。全部同じ条件でやるために外形加工もせず、素材のまま直でローレットかけてるんですけど、なんか光ってるし。めっちゃ綺麗、すごっ。次はですね、この鉄のパイプ材にローレットをしていきます。まずね、このパイプ材、中空っていう時点で転造ローレットだとかなり厳しいんですよ。なんでかっていうと、転造って押し付けるじゃないですか、パイプが潰れちゃうんですよね。でもこの切削ローレットなら、切削加工なので綺麗にローレットすることができます。しかもね、これ鉄です。いきます。
いきなり Z 方向に切り込んでいますが、本来は先端1から 1.5 ミリくらいにガイドリングを作ってあげた方が加工が安定するそうです。いやもう全然違う、あの手に伝わってくる振動がね違いすぎますね。まあ若干まだ振高調整が甘い気はしますけど、鉄のパイプ材相手に綺麗にローレット加工をすることができました。これすごいっすよ、卓上旋盤でやってますからねこれ。でさっきのこの字型の転造ローレットでやったやつがこれですよ鉄相手だと芯高がね合わせられないですよね、抵抗でかすぎて。だからねこんな感じでなんか変な溝ができちゃうんですよ。これがもう転造の限界、この機械だとね。でも切削だとこれだけ綺麗にできる、すごい。これはでは全ての加工が終わりましたので、転造ローレットと切削ローレットの見た目を比べてみたいと思います。まあ比べるまでもないんですかね、まあ、一応比べてみましょう。はい、まずこちら平目の転造ローレットですね、もうこれに関しては僕のやり方が雑すぎて汚くなったっていう気はしなくもないんですけど、まあね抵抗がめちゃくちゃ大きかったですね。でアルミでこんな感じだったんで、鉄とかステンには まず無理かなっていう印象を受けました。もうねハンドルにガガガってね伝わってくる振動がもうやべえっていう感じだったんで、まあ、剛性のない卓上旋盤だとかなり厳しいですね。まあやるにしても新 OC 使ってやるとか、まあ結構なちゃんとした油をかけながらやるとかしないと、すぐなんか機械がダメになっちゃいそうな感じがしました。で次はこちら、あやめの転造ローレットですね。これはパッと見ね単体で見るとまあまあ綺麗にできてるんじゃねっていう気はしなくもないんですけど、まあね結構むしれてます。やっぱ転造なんで押し付けて加工してるからむしれるんですよね。でこのむしれがちょっと汚いなっていう感じはしました。でまあこれもアルミが限界ですね。鉄とかステンにやったんですけど、まあ、全然入っていかないっていう感じですね。もう剛性もダメだしモーターのトルクも全然足りない、そんな感じでした。でこっちが切削、あやめの切削ローレット、これめっちゃ綺麗じゃないですか。これやばいでしょ、ね、光ってるもんねこれ本当に。これ比べてくださいこれ全然違う、もうねパリッとしてるんですよ、このダイヤ一つ一つがすごい綺麗。やっぱこれ切削は材料切ってるんで切り子が出るんですよね。でこっち転造切り子出ないんですよ、だからこうやってむしれるんですよね。でこっち切ってるからすごい綺麗に加工できる。で、まあアルミだけじゃなく鉄なんか、鉄のしかもパイプ材ですよ、もう余裕でした。もう全然余裕だからこれね、ステンも一応条件表には書いてあったんでステンもいけるんでしょうけど、チタンとかその軟削材と呼ばれる、まあ、インコネルとかその辺やったらどうなるんかなっていう、まあ、ハイスなんで、まあ、チップが、まあ、ちょっとね怪しいんですけど、その辺もね気になる、まあ、それぐらいのポテンシャルを秘めてる工具だなっていう感じはしましたね。で樹脂もできるんですよ切削だと。逆にこっちのね転造は樹脂できないんで、材料が潰れちゃうんでできないんですよ。こっちは樹脂もいけるんで、まあ、本当にまあいろんなワークやりたいんであれば切削ローレットがおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。まあ、転造ローレットも切削ローレットもそれぞれメリットデメリットあって、なんか他の工具と違ったなんか面白さっていうのをね少しでも皆さん感じていただけたらなと思うんですけども、もうローレットの闇を、最後にですね皆さんと共有してこの動画を終わりたいなと思います。でその闇というのがですね、日本産業規格の JIS あるじゃないですか、それがどうやらローレット間違ってるらしいんですよこれヤマダマシンツールさんから直接お聞きした話なんですけど、そのローレットの規格は1962年に作られたやつで、今現在2022年になっても、改定されていません。約60年間で、まあ、間違ってるところはいくつかあるんですけど、まあ、例えばですね、まあ、ヒラメとアヤメ2種類しかないよみたいな実数が書かれてるんですけど、実際はヒラメにも普通のヒラメもあればちょっと斜めになったヒラメもあったりとか、でアヤメに関してはダイヤ型とクロス型とあったりとか、まあ実質もうちょっとね種類あるんですけど、なんか2種類しか書かれてない、
まあ、それはね60年の時を経て新しく出たものだと思うんですけど、買い手をねしなければいけないんですね。で他にもね結構ね結構やばいのがあって、図面の書き方というかね定義とかも間違ってたりとか、そのローレットって基本的に交差入れれないんですよ。これちょっと言い方がちょっと難しいんですけど、ローレットの目的って意匠性とかその圧入だったりその滑り止めとか抜け止めで なんかそういうなんかちょっと変わった目的なんで、機械的なその精度をバチバチっと入れるようなものではないんですよ本来。ただ図面によってなんか山数の指示があったりとか山の高さの指示があったりとか、まあ、ピッチはね、まあ、ある程度出せるらしいんですけど、かなり細かい指示されてる図面も、やっぱり、ね、加工やってると出てきちゃったりするんですよ、まあ、僕ローレットの図面自体なんか2回ぐらいしか見たことないですけど、結構間違ってる図面が多い。間違ってるというか、ね、そもそも達成できない図面が多い。まず山数って、指定できそうに思うじゃないですか、一周何山みたいな指示。でもね実際はできないんですよ。でなんでかっていうと、ローレットは物も回ってるじゃないですか、で工具も回ってるじゃないですか、で両方回ってこうやってるんで、その一周回った時の山がちょうどぴったりなるかならないかっていうのを加工してみないとわからないらしいんですよ。でそれが毎回同じ条件で同じ工具使って同じワークでやったりしても、その山数が一山増えたり減ったりすることが起きたりするそうなんですよ。なんで基本的にその山数を指示するとかってことはできないんですけど、図面に何山みたいな書かれたりすると、これ加工できないんじゃねみたいなことになったりするらしい。でもそれも実の規格がないからそういう風になっちゃってるんですよね。あとねこれねちょっと面白いのが、セレーションとスプラインと間違えて指示されている場合もあるらしいんですよ。これ本当に設計者が悪いとかそういう話じゃなくて、あの規定というかその規格をねしっかり決めましょうっていうのを、僕はヤマダマシンツールさんの代弁をしているだけです。本当にあのセレーションとかスプラインってギアなんですよ。バイク部品、バイクのさ、シフトチェンジのペダルのところにセレーションあるじゃないですか、あれとローレットがごっちゃになってる設計者さんがいるらしいです。でこれはマジ実のせいだと思う。でそれ全然違うから、あれ本当に厳密に山の角度だったり山数だったりとか指示しないといけないんですよね、スプラインとかセレーションっていうのはギアだから。でもローレットはその山の角度とか指示できないんですよあの直径とかによっても本当にいくらでも変わりようがあるんで変えれないんですけど、そこら辺とかがね、全くあの規格ないからちょっとね図面製図の方でもぐちゃぐちゃになっちゃってる。だからこれはねこの動画を見てるの実の偉い方か分かんないけど、あの本当に企画ちゃんと作りましょうっていう、最後に僕 のお願いです。僕と山田マシンツールさん、あのすごいね、山田マシンツールさんはローレットのプロフェッショナルなんで、いろんなお客さんから問い合わせ来るらしいんですよ、この図面のこれってそのローレットで加工できるのみたいな。でも基本なんかおかしな指示がされてたりするんで、いやさすがにこれはねローレットじゃできないですみたいな、その山数のピッチは交差入れれないですみたいな、なんかいろいろねあるらしいんで、本当に困ってらっしゃって、あの企画をね作りたいなって思っているそうなので、僕もそれにねちょっと力をちょっと、魅力ながら、やってみたっていう感じです。本当に、ね、僕知らなかったんで、ローレット加工のほとんどしないからそんな闇があったとは知らなかったんで、今回本当に、ね、勉強になりました。皆さんもねローレットについてちょっと困ったことがあったら、山田真通さんすごい詳しいんで、ぜひね概要欄のリンクから、問い合わせてみてください。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 Twitter、Instagram、物販、サブチャンネル、なんやかんやいろいろやってますんで、概要欄から見てみてください。ご視聴ありがとうございました。